お疲れ様です、マフィーです。今回はペドロマー・ロドリゲスというデッキを使っていきたいと思います。こちらですね、別にデッキ名これで浸透してるわけじゃないんですよ。私が勝手に考えたんですよというのもこのね、後期ペトローマっていうカード、こいつがね今回肝ですね。はい。で、ペドローマ、ドロマーになっていて、でペドロ・ロドリゲスっていうね、スペイン代表のチェルシー所属のねサッカー選手がいるんですけど、そこをちょっとねお借りしまして、ペドローマ・ロドリゲスっていうデッキ名にしてるんですよ。いわばチェルシーでいうところのこのペドロ・ロドリゲス、いわばそのねドロマーデッキでいうところのペトローマという感じでね組んでおります。で、このペトローバーの効果がね選ばれずに、で出た時に場のクリーチャーの種族1体選んで、そいつのパワーをねプラス4000してくれるっていう、自分のねバフもかけつつ選ばれないっていう超優秀なカードなんですね。で今回この種族がね、はい、固まっております。ガーディアンと、あと、リキッドピープルとかいるんですけど、その辺はね、さておきね、ガーディアンをね、たくさん入れております。ラウラギガに、ソルガーラに、クラウドに、ジルワーカーと入っていることで、もうこの辺ね、ブロッカーでありながら、抵抗するクリーチャーということで、ビート対面でね、非常に強いですね。トリガーも16枚あってね、このトリガーの内容がめちゃくちゃ強い。アクアサーファーに、デーモンハンドに、ホーリースパークに、ファントムバイツ。なんだろう。受け札として機能するシールドトリガーがたくさんあるんですよ。受け札として機能しないシールドトリガーといえばね、フェアリーライトとか、そういうのもいろいろあると思うんですけど、受け札としてきっちり機能するね、シールドトリガー入れながらも、ドローソースとしてはアクアン入れたり、あとは、そうですね、ハンデスされた時にリバーチャージャーしたりとか、破壊された時にリバーチャージャーの墓地回収入れながらっていう感じですね。はい。で、ペトローバね、破壊される可能性ね、全然あって、例えばバロム出されたりとか、あとは、あれサウザンドスピアか、このデッキで、ね、ちょっとサウザンドスピアがめちゃくちゃ厳しいんですが、ペトローバでパワー上げちまえばペトローバだけ死ぬということになるんですね。なのでそこをねしっかりカバーできるようにリバースチャージャー入れてるっていう感じです。で動き方としては序盤からガーディアンを展開してアクアン出してドローして、でペトローバ出してパワー上げてグレナビューレで殴って勝ちみたいなところですね。でトリガーもね16枚入ってるということで、グレナビューレの効果とも相性がいいということでね、非常にねシナジーが取れてるこのペドロマー・ロドリゲス使っていきたいと思います。はい、対戦よろしくお願いします。では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 、こんにちは。うん、4連勝だって強くない？強くない？まあ。いいさ。いい。関係ない。で、4連勝って言ってもあれでしょ？どうせ。ビート系のなんかしらでしょ？これコントロール系だったら、ちょっと嫌。でもいいさ。二角じゃなければ、OK！ 来た！これは相性いい。やっていこう。ポリスパ埋めます。で、でも火炎流星弾埋めたね。逆に火炎流星弾埋めたことに喜びを感じていこう。レイジ、俺の名はレイジアですね。だったら、これクラウドパワー2000だな。オッケー。アクア埋めて、クラウド出して殴り返しの状況作ろう。つってもね、こっちがクリーチャー出してもそいつパワーアップしちゃうんですよね。そこが厄介なところではありますが。オッケー。火炎流星弾埋めていくのは美味しい。何が来る？ブルレイザーか。ちょっとパワー強いな。かまわん。で、ここはワンブレイク来るんで、トリガー引いていきたい。カモン、トリガー。ほい。ソルガーラ。だとしたらどうしよっかな。パッと見2体ブロッカー出せるけど、ただそいつ破壊しときたいっすね。リバースチャージャー読めますか。よいしょ。OK。こいつはね、何もせずにこいつをね、このレイジャーも破壊しといて、で、相手ブルーレイザーのワンブレイクする場合はクラウドが残るので、殴り返しのコマをね、1枚。そいつは普通にきつい。デモハンド行こうか。いやでも大丈夫。相手手札相当事故ったんだね。ここ。サーファー、オッケー。いい。かまん。この、レベル4かきり、お前だけは許さない。君だけは許しません。で、次のターンにクリーチャーを横並びすれば、相手ブルーレーザーで殴れないんですよ。オッケー。で、ここは、アクア出してもいいけど、とりあえずもうここはブロッカー横並びしよう。よいしょ。ほい。で、手札増やしちゃったらレベル4かきり強くなるってところもあるんでね。ここからは手札を枯渇していく動きでいいと思いますが、言うてもレベル4かきりね、2枚あるだけでちょっと、レベル4かきり、おかわり。で、スナイプもスキードと。ってことはこれレベル4かきりもう一回回収されるな。その動きは良くない。アクアサファ。アクアサファ出せないね。どうしよう。ラウラギガ出してパワー下がって。いや、でもこれあれだな。アクア出しますか。うん。どうせ勝てない。裏木が出してもブレイクされるんで、なんでここはあえてもう手札増やします。 OK。 しかも Y2 引くと全然 OK。 しかもなんならグレナビューレ引いたんで、これ美味しいですよ。グレナビューレはパワー勝てる。レベル4かきりに。さあ、ここからはイモリタイムですね。で、火炎流星弾2枚埋めたんで、このブロッカーに対して何かできるのか。できないだろ。何もできない。何もするな。キザル。
うっとっと、ベンベックも OK、これはブロック。で、こいつをグレナビューレでしばきます。あ、殴ってくるか。で、これは相打ち取っていいね。で、どうせレベル4回、ああ、流星弾か。我慢は。ブロック。で、これで、ブルーレーザー破壊、アタックできないんで、OKOK。で、クラウド引いていく。で、ホリースパワーも握っておいていいな。で、バイツも、ああ、でもどうしようかな。まだ埋める必要があんまりないけど、でもホーリースパーね、持っときたいですね。横並びが嫌なんで、後々の。で、ここは、ソルガーラどうせ、火炎流星弾で破壊されるんで、こっちでいいね。こっち撃っちゃって、で、殴ります。はい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 。で、ここはもう白の殴ります。はい。トリガー引かれてもいい。なんなら流星弾見えたし、引かれても、こっちのね、シールドが増える状況なんで、ここはね、もう殴ります。OK。でブルーレーザー今アタックできないんで横並び3回ぐらいしないといけないので、横並び3回する場合はブルーレーザー1ブリ1アタックできたところで意味がないんでね。オッケーオッケーオッケー、来た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 、勝ちだろこれは。これ負けとかないだろ。オッケー、流星弾埋めるしかないわな。どうする、ブレイズクロー4体ぐらい出すか、しびれ足だけ。残り3コスト、2体クリーチャーを出さないと。あーでもそれで2コスト、あーそうか、1マナ増えるから。エグゼドライブオッケー、この段階でブレイズクローが出ない限りは、ブルーレーザーアタックできないんでね。オッケーオッケーオッケー。よしよしよし。オッケー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 。で、手札にも。あ、オッケー。あ、そっか、殴る。あ、そっかそっかそっか。そっか。クリーチャー殴ったのか。そっかそっかそっか。オッケー、でも全然いいっすね。全然いい、全然いい、全然いい。で、ここは、よいしょ。ジルワーカー出してから、バイツでこいつ破壊して、オッケーオッケーオッケー。で、こいつはか、オッケーオッケー、うわ、諦めた。まあ、そうなるわな。もうこのガーディアンの軍勢からさらにジルワーカーまで来たら、そらそうなるわな。ということで、ビート系に対してはめちゃくちゃ強いです。対戦ありがとうございました。はい、対戦よろしくお願いします。では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 、だっと。はい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 。お相手は、これあれですね。赤いメガネ。赤いメガネ。マックス村井さん。いや、違うか。マックス村井さんって赤いメガネじゃないか。赤い T シャツにメガネか。違うか。でもなんか見た目ちょっとマックス村井さんっぽくない？この人あれですね、マックス村井さんですね。よろしくお願いします。まさかこんなところで当たるとはね、うん、絶対ちげえだろ。いやまあまあ、てか手札事項やばくない？闇のカードそんなに入れてないはずなんですけどね。まあ一旦こいつ埋めますか。あ、相手光文明見えてますね。これさてはミラー説が出てきたな。あ、ミラー説あるなこれ。あ、タッチか。ってことは、あー、ボルコン、光入りのボルコンの可能性は十分あるな。オッケー、早速ペトローバ引いていくが、多分ね、バイツいらないんで、バイツ埋めます。で、クーラウドを出す場合は、ペトローバマナに埋めないといけないので、一旦ステイ。あー、騎車男。もうね、これはボルコンと見ていいですね。オッケー、アクアは絶対死守。で、これはどうしよっかな。クーラウドを意外ともうこれマナ埋めていいですね。ハンデスされた時に、光マナを供給しておきたいので、もう先にね、光マナを埋めちゃいましょう。で、4コス、騎車男来るか、それとも、あ、コメントありがとうございます。それで、そのおかげで気づいた。おやすみモード忘れとったさ。来ちゃうとこ。ペトローバーリバッシャーじゃん来ない。何よりね、水マナが欲しいですね。アクアン出したいが、ちょっと、ハンデス警戒伝でデモハン持っときたいですね。デモハンは、後々来るファッティに当てたいので、一旦持っといて、これで終了かな。ラウラギガ出してもいいんですけど、他のハンデスとか来たらちょっと厳しいので、ハンデスの受け皿としてね、しっかり入れていく。で、相手も手札が枯渇状況。まあ、ピカリエ出されたんですが、ここワンブレイクとか来るワンチャン。お、来るね。まあ、全然 OK。ブレイクされる分にはね、シールド減ってもね、大丈夫なんですよ、このデッキは。うん。なんでかっていうと、後で、グレナビューレでね、しっかり、カバーできるんで、さ、ここは埋めて、まあ、ワーカー出しますか。ワーカー出しといて、水マナの、これ、そう、今回のデッキね、水を少ないですよね。アクアンとアクアサーファーぐらいしか入ってないんで、ただ、1枚引ければ何度かなるといったところでね、水は少なくてもいいのかなと思ったら、相手もアクアンと、これあれだな、ボルコンだと思ったけど、ボルコンじゃないってやつですね。なるほどね。はいはいはい。まあ、最近のボルコン光入らないもんね。アクアサーファー、おお、いいね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 。オッケーオッケーオッケー、ボルギズだけか。よし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 。よきよきよき。そしてこちらもアクアン。出していきましょう。さあ、お前のアクアンは、1枚しか回収してなかったけど、うちのアクアンのお使いはね、中立が1番だと分かってるのでね、このデッキ構築を見よう。そう。今回ね、水がね、少ないことによって逆にね、このアクアンが機能しやすいっていう構築になってるんですよ。うん。だから水はね、本当に8枚でいいと思いますね。ただ相手も、多分アクアサーファーとアクアンぐらいしか入れてなかったんで、単純に相手の運が悪かったんじゃないかな。オッケー、ボルギーズいらっしゃいませ。で、タッ
ップはもう相手のクリーチャータップしといて、あ、今、てか、ソルガール出したな。まあ、いいか。クラウドマナに埋めて、リバースチャージャー打ちどころですね。これ、リバースチャージャー打って、ジルワーカーとラウラギガ出して終了しましょう。相手も手札枯渇してるから、ハンデスはないでしょう。ここはペトローバーを回収。で、ここでガーディアンを2体出して、守りを固めていきたい。で、次のターンに相手が殴ってきたときは、できればブロックしたくないですね。ペトローバーでパワー上げたいので、ブロックしてしまうと、クリーチャーが死んじゃうんでね、死ぬ前にパワーを上げていこう。相手7コス、そろそろヤバそうなのが起きそう。これ、ロソソロとか警戒しないとまずいな。ジャコン創生。はい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 。スリードローか。まあ、でも相手山札がね、結構これ減ってるんで、ワンチャンライブラリアウト勝ちも狙える。サリエスいらっしゃい。結構不景気あるか。てか、イニシエート入ってんだな。ってことは、あれか。クラウゼ・バルキューラですね。クラウゼ・バルキューラ警戒。いらっしゃいませ。ホーリースパーク。これは、ペトローバと、ソルガーラ出して終了して、次ホーリースパークで一掃しましょうか。こんにちは、ペトローバ。ピカーンと。オッケーオッケー。で、相手がね、あれなんですよ。あの、暇ながないので、暇な、てか、非文明がないので、これ除去できないんじゃないかな。バロムぐらいしかないだろ。ただ、ドロマーのバロム組む意味ってのは今ない。闇水バロムしかいないと思うので、バロムは絶対来ないから、このペトローバーに対して相手何もできないんじゃないか。ロソソル来るか。来なかった。オッケー。アクアン美味しいんですよ。これね、相手の山札減るだけ。中立が一番なのさ。オッケー。ピカチュウ、ヤドラン、ピジョン、コダック。オッケー。なるほど。で、ここはピカチュウ来るか。それともタッチ来るか。まあ、どっちでもいいわ。ここタッチされても手札の呪文が落ちるだけなんで。あ、オッケー。全然いいっすね。全然。で、もう一枚タッチ来る可能性は否めない。ここホーリースパーク打ちたいな。オッケー。デモハン、ホーリースパーク空打ちしましょう。で、ここでクリーチャー一掃しましょうか。ではでは、パワーが上がった状態で、とりあえず、裏ギガでピカチュウを破壊。で、サリエスもちょっと、お黙ってもらって、で、ソルガーラでこっちやって、あ、これもう全滅するか。うん。アクア残さなくていいかな。全滅しよう。あ、いや、アタッカー、いや、ちょっと、このね、そう、バトルゾーンのこのね、クリーチャーを、ちょっと5体っていうのが良くなかったんで、後々後続につなげていきたいので、あえてこれ落として、ね、なんならリバースチャージャーからアクアンも狙えるんで、ここはアクアンを自戒させてよい。リバースチャージャー。これ何持ってくる？ボルギーズかな？いや、これ持ってくるなくね？オッケー、ピカリ、おいしい。ワンドロー。相手の山札枯渇できる。ただ問題があるとすれば、アルカディアスですね。アルカディアスに対しては、ちょっと破壊手段が取れないんで、いらっしゃいませ。クラウド。まあ、出して終了じゃん。僕、イモるか。イモりましょう。で、なんならこれデモハン打ってもいいな。アルカディアス来る前にデモハン打ってもいい。打ちますか？よいしょ。打っていい。なんならハンデスとか来る可能性もあるんで、もうこれ打っちゃいましょう。多分ね、アルカディアス以外のファッティは相手、クラウゼバルキューラしかないんで、で、クラウゼバルキューラ出されても、大丈夫なんですよ。ペトローバに何もできない。ペトローバに触れられなければ大丈夫。オッケー、ピカリエ出す。で、このピカチュウからワンドローでヤドランを引いていく。で、その後、来るのは何ですか？残り5コス？ピカチュウ、オッケー、いい。全然いい。相手、山札の残り7枚なんでね。これはもうイモりましょう。オッケー、アクアン出せます、これは。こっちの山札全然、潤沢にね、あるんで、ここはアクアンで、中立が1番と、させていただいて、あー、グレナビュールか。それ以外全部墓地にいた。まあ、いいさ、構わん。では、ここは終了しましょう。で、相手は、クラウゼバルキューラーを出しには、イニシエートを出さないといけないけど、多分ね、これ、クラウゼバルキューラーないまであるな。イニシエートがさっきからサリエスしか見えていない。騎士男を、まあ、これ全然いいっすね。ここに4コスさ咲かせるなら、全然 OK ですね。まだリバースチャージャーが1枚残ってるはず。ホーリースパーク。あ、ホーリースパークでこれ、そっか、ホーリースパークあったな。まあ。問題ない。大丈夫です。ここで、ここでやっと相手は除去なんですよ。ペトローバーを。やっとの思いで除去する。うん。で、これで、はい。ジルワーカね。あー、なるほど。タップ先に使わせるって感じね。まあ、OK ですね。大丈夫。こっちはね、グレナビュールあと2枚見えてる。っていうか、その、2枚見えてないので、どっかに埋まってると思うんですね。なんで、ここは、普通に一発殴って終了しましょう。で、ブロッカーも3体いるので、ホーリースパーク結構見えたよな、相手。あ、2枚か。まだなんとかな。あー、でも、シールドに1枚埋まってるって考え方をすれば、そんな連発はできないだろう。最大連発数が2だから、あいつ。あ、でもあいつ来るかな。いや、来ないか。あいつガーディアンだから大丈夫だな。いや、ガーディアンだからっていうか、多分大丈夫だと思うんですけど、あれ、なんだっけ。墓地回収するやつ。ガルイーラじゃなくて、
忘れた。名前忘れちまった。ど忘れしたんですが、まあでも大丈夫、多分入ってない。大丈夫、大丈夫、大丈夫。入らないもん。うん、リバースチャージャーとかをさ、回収できるわけでもないのでね。入らない。ドロマにはやつは入れない。オッケー、ここで。ホーリッシュパーク、打っても意味がないので、ここは終了しましょう。さあ、相手残りのね、山札数が4枚。もう何もできないじゃろ。ゴーストタッチ、おいしいおいしいおいしい。もうこれタッチ全部打ったんじゃね？すべてのタッチを打ってないな。まだ1枚どっかに残ってる可能性はあると。とはいえ、ここから相手何ができる？デモハンドゥ。オッケー。あー、なるほど。ブロッカーを消さずにルート。ほい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 。で、これ通します。イワンブレイクなんでね、一発通して。はいはいはい。せい。ペトローバ、オッケー、来た。よしよし。ペトローバの復活、行きましょう。ガーディアン。ペトローバ2枚減ってるんでね。まあ、よく言うとペトローバは3枚でもいいんですが、まあ私は2枚しか持ってなかったんですけども、正直2枚でもね、全然こと足りる。むしろ2枚の方が動きやすいところもなくはないので、ペトローバはとりあえず入れます。オッケー。さあ、ここ通ります。で、終了して次のターンホーリースパークで2体を一掃したいんですが、さっきみたいに相手からホーリースパークが来た場合は、ペトローバー破壊されますね。とはいえ相手、アタッカーが、オッケー、デモハンド、全然いい。ラウラギガを破壊するか。はい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 。苦しい。そのデモハンドはなんなら苦しい。オッケー、ピカリ、おしおしおし。死へのカウントダウンがさらに早まっていく。もう勝ちでしょ、これは。残り2枚。シャシャったな。この受け札の多さ、このね、粘り強さが、このデッキの強みなんですよ。まあ、これはもうピカチュウで手札に戻しといて、はい。相手が次、これもうラストターンなんで、ここはもうターン終了すれば、勝てると思います。ここから負けることはね、ないですね。オッケー！潔いサレンダー、対戦ありがとうございました。ペトローバ強し。はい、ということで今回いかがだったでしょうか。分かりきっていたことではあるんですが、ビート系に対してはめちゃくちゃ強いです。で、まあ、1戦目はね、あのグレナビューレの強みというかね、グレナビューレだからこそ、こう、あの安定してというか、安心して殴りに行けたところもあるし、あとはガーディアンがね、頑張ってくれたと。ガーディアンズが頑張ってくれた。なんかね、ガーディアンズ・オブ・ギャラクシーを放出させるようなね、そんな一言ではあるんですけども、まあ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 、全体的にね、良かったと思います。で、2試合目に関してはペトローバでイモリまくってみたいなね、ところで、グレナビューレとペトローバが並んだところは見せられなかったんですけども、デッキの完成度がめちゃくちゃ高いですね。はい。あと、このデッキのいいところがね、6コストまでということで、7コスト以上のカードがないんですね。なんで、そんなにマナチャージも一時期しなくていいし、で、なんなら序盤にね、もしペトローバが判別されてもリバースチャージャーすれば、マナを貯めながら、リバースチャージャーでね、ペトローバ戻していけるということで、アドがね、取りやすいです。はい。なんで、非常にね、このアクアンであったりとか、ペトローバ、グレナビューレ、このガーディアンズたち、そして、この、強いねトリガーたちといった感じで、もうめちゃくちゃ相性がいいので使ってみてください。この動画が面白かった、参考になったという方は高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。